はい、皆さんこんにちは。ビムチャンネルの二上です。この動画では建設業で使われるビム、こちらをですね、皆さんと一緒に学んでいこうというチャンネルになっております。はい、前回なんですけども、窓枠ですね、窓のフレーム、こちらを作成していきました。今回はですね、前回設定したパラメータ、幅と高さのパラメータですね、有効開口の位置を変更するということを勉強していきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、それではまずはですね、有効開口位置を変更する前にですね、現状の位置を確認していきます。まずは窓のファミリーのですね、ステップ1、窓の額縁フレームを作成。現在ここをやっております。以前ですね、窓の額縁とフレーム作成できましたので、そのですね、有効開口を今日は変更していこうということでございます。それではレビットの方に行きます。でですね、有効開口の変更ってどういうことかと言いますと、現状ですね、この開口の幅ですね、幅が今線ってなってるんですけども、それを抑えている三正面ですね、抑えている位置がですね、この壁の小口になっているということなんですね。でこれをですね、この前回作ったフレームの見つけっていうこの三正面があるんですけども、こちらですね、ここに変更しようということでございます。幅の位置を壁の面から窓枠の内面に変更しようということでございます。でですね、高さの方も同じでして、ちょっとですね、外部から見た立面図ビューに移動しましたけども、今現状ですね、デフォルトで高さというパラメータと、あとですね、規定の腰高800というパラメータ、この2つがですね、デフォルトで設定されているんですけども、それを抑えている三正面ですね、それがどこになっているかというと、やはりですね、壁の面になっている、壁の小口になっているんですよね、壁の小口。なのでこれをですね、内側のフレームの内側に変更してあげるということをやっていくと、あ、高さですね、高さの方だから、こことここですね、この高さの方、この2つに変更してあげるということでございます。こちらをですね、今日はやっていきます。それでですね、窓の幅からですね、まずはやっていきたいと思います。じゃあ基準レベルね、平面の方に戻ります。はい、前回ですね、このフレームの見つけということで、この3正面1本書いていきました。で反対側ですね、フレームの見つけ、こちらがですね、ないんですね。前回は右側だけで作ったので、今回はですね、こちらにもフレームの見つけの3正面書いていきたいと思います。それではですね、3正面、作成タブの3正面ですね、こちらをクリックいたします。そしてですね、左側ですね、適当にですね、3正面1本書きたいと思います。このちょうど EQ の真ん中ぐらいで、適当に1点目、そして2点目という感じで3正面を書いてあげます。でですね、いつもはですね、この3正面に名前を付けてたんですけども、今回は省略していきます。じゃあキャンセルボタンを押しまして、今度は寸法を書いていきます。注釈タブの平行寸法、こちらをクリックいたします。そして先ほど書いた3正面と、これ1点目クリックします。そして今度はこちらですね、幅の外側、左側の壁の内面、こちらでクリックいたします。ここを押さえてあげます。そして何もないところで確定して寸法を確定してあげます。寸法が書けましたら、一旦キャンセルをしまして、修正タブとかエスケープキーでキャンセルをしまして、もう一度寸法を選択してあげます。そしてですね、こちらにラベル、パラメータを作成してあげます。今まではですね、この右側のパラメータを作成、こちらをクリックしてたんですけども、今回はですね、このなしと書いてあるところを1回クリックします。そうすると今まで作ったパラメーターが表示されます。でですね、そこにですね、フレーム見つけイコール30というものがございます。こちらをクリックしてあげます。そうするとこのようにですね、前回作ったフレーム見つけというパラメーターがですね、付与されました。でちょっと見ていくと、ちょっとアップして見ていきますと、はい、こういう感じで、ここですね、この間ですね、フレーム見つけ。で、これ見ていくと、ちょうどですね、このフレームのここからここ、ここをですね、フレームの見つけということで設定することができました。はい、ここまで作成できましたら、じゃあ次にですね、有効開口を変更していきたいと思います。この幅ですね、この幅、変更したいところですね、この幅をクリックいたします。この寸法をクリック。そうすると、この青矢印が、青丸が出てくるんですね、青丸。で、この青丸のですね、この真ん中の方をドラッグすると、こういうふうに変更することができます。例えばこの真ん中でここまで持ってきて、ここで離します。そうすると開口幅がね、変更になるんですね。この機能を利用しまして、真ん中の青丸ですね、もう一度ドラッグします。このような状況。そして先ほど設定しましたフレーム見つけイコール30ですね、まあ、有効開口にしたいので、変更したい3正面のところでここで離します。はい、離す。そうすると970に変更されます。で反対側も一緒です。反対側も現状ここはですね、壁の小口の方になってますから、この見つけですね、フレーム見つけ、この3正面に変更してあげます。じゃ寸法をクリックして、この青丸をドラッグしまして、ここに持ってきてあげて、ここで離します。そうすると940ということで、有効開口の位置に変更することができました。でこのままだとパラメータが付与されておりませんので、ここにですね、幅のパラメータをつけてあげます。寸法をクリックいたします。
そして先ほど同じですね、なしのところ、こちらをクリックします。でですね、もともとありましたこの幅ですね、幅のところ、このパラメータを選択してあげます。そうすると幅イコール1000というふうになって、ちょっとですね、今ね、開口が広がったのね、分かりましたでしょうか。パラメータを1000にね、先ほど940でしたけども1000の値に変更されたということでございます。この状態で幅のね、有効幅変更されました。ちょっと分かりにくいですけどね、絵の方ね、この3正面ちょっと追っていきたいと思います。そうするとここになっているということですね。もともとここだったものがここになったということでございます。反対側も一緒ですね。もともと壁の内面だったものがフレームの内側になったということでございます。はい、それでは続きまして、有効高さの方もですね、同じ要領でやっていきたいと思います。はい、それでは高さの変更ということで、外部のビューに飛びたいと思います。こちらはですね、立面図ビューの外部ですね、こちらをダブルクリックすることで外部のビューが開きます。そして私はですね、ちょっと分かりやすいようにということでですね、こちらの表示スタイルですね、表示スタイルをベタ塗りに変更しているところでございます。ベタ塗りにすることによって、この壁がですね、ホストとなっている壁がグレーに塗られるということで、まあ少しね、分かりやすいかなというふうに思います。でですね、もう一個ですね、高さのこちらのパラメータですね、こちらちょっと左側に寄ってますので、ドラッグしてですね、ぐーっと持ってきて、ここの位置にね、変更してあげたいと思います。まあ、これは好みの問題なので、ちょっと私ね、変更したいと思います。あとですね、ちょっと線が太くて見にくいので、この今20分の1になっているのを、ちょっと10分の1にね、変更したいと思います。そうすると文字も小さくなって、線も細くなるということでございます。ではですね、平面図、あの幅の時と同じようにですね、まずは3正面から書いていきたいと思います。作成タブの3正面、こちらをクリックいたします。そして上と下の有効開口ですね、こちらを設定したいので、この辺でですね、適当に1点目クリックいたします。そしてですね、この辺で2点目クリックいたします。でですね、ちょっとごめんなさい、これ間違えました。これね、もうちょっと伸ばしてあげたいと思います。こういう感じでぐーっと伸ばしていきます。はい、じゃあ同じようにですね、作成タブ3正面、こちらをクリックして、またですね、壁の外側、今度はこの辺で1点目クリックしました。ここで1点目です。で、今度は右側に移動して、この辺で2点目をクリックいたします。はい、こんな感じで3正面をですね、こことここ、2つ書いていきました。じゃあ次はですね、寸法を書いてあげたいと思います。注釈タブの平行寸法。そして、もともとあったですね、上枠という名前の3正面なんですけども、ここでクリック。そして先ほど書いた3正面でクリックします。で、1回寸法を確定してあげます。はい、こんな感じです。じゃあそのままですね、今度は先ほど書いた3正面、それからもともとあった3正面、こちらは式という名前の3正面、もともとデフォルトで書いてあった3正面です。ここでクリックして、何もないところでクリックして寸法を確定してあげます。でキャンセルボタンを押していって、今度はですね、この寸法をクリックいたしまして、先ほど一緒ですね、なしのところをクリックします。そしてフレーム見つけですね、こちらをクリックしてパラメータを作成してあげます。そうするとですね、3正面が移動しまして、このフレーム見つけのラインにね、変更されたことが確認できます。じゃあ上の方もですね、同様にやっていきます。寸法をクリックいたします。そしてラベルのなしのところをクリックして、フレーム見つけ、こちらを選択いたします。そうするとパラメータを作成することができます。このようにですね、フレーム見つけのパラメータね、高さの方も作成できましたので、今度はですね、この高さの有効開口をですね、変更していきたいと思います。まずは高さ、こちらを選択いたします。そしてですね、現状はですね、壁の小口、壁の内面の3正面になってますから、ここをですね、ドラッグしまして、はい、フレームの内面ですね、フレームの内側の3正面にカーソルを合わせてドラッグですね、こちらを離します。マウスを離します。そうすると1500だったものが30引かれて1470になります。そのまま下側もやっていきたいと思います。下側、こちらで青丸ですね、ドラッグいたしまして、で先ほど書いた3正面、フレームの内側、こちらでマウスを離します。はい、そうすると1440になります。でこの状態でですね、ラベルもうつけていきたいと思います。現状はですね、パラメータ解除されまして、ただの寸法になっておりますので、この寸法を選択してあげまして、そしてラベルの方ですね、なしのところ、で今度はですね、高さありましたね、高さ1500というものがございます。こちらを選択してパラメータを作成してあげます。じゃあ同じ要領で規定の腰高800の方もやってあげます。まずはこの寸法を選択、そしてドラッグして、この青丸をドラッグいたしまして、はい、こういう状態になります。で上のですね、フレームの上枠、こちらでマウスを離します。そうすると830ということで、もともと800でしたけども30上がりましたね。じゃあこの状態でパラメータをつけてあげます。ラベルのところ、なしのところをクリックして、今度はですね、規定の腰高800というパラメータがございます。こちらを選択してあげます。
はい、そうするとですね、パラメータ作成することができます。はい、それではですね、幅と高さの有効開口を変更することができましたので、最後にですね 3D ビューで動作確認をしていきます。はい、それではですね 3D ビューの方を開きたいと思います。 3D ビューですね、開いていきます。でまだ開いてない方はですね、このクイックアクセスツールバーですね、この上のこの家のマークですね、こちらをクリックすることで 3D ビューに行きますので、こちらを開いてください。で今ですね、ここのフレームですね、ここの内面にですね、有効開口の位置をですね変更したところでございます。じゃあちょっとね 3D ビューを左側に寄せまして、そしてですね、いつも通りですね、修正タブの、はい、ファミリータイプ、こちらをクリックいたします。でですね、このフレーム見つけ見込み、あと高さ関係ですね、こちらのパラメータをちょっと変更してみたいと思います。まずはですね、見つけの方60、それから見込みの方200、はい、それから幅の方をですね2000というふうに打ち込みまして、さらにですね、教科書にないですけども、この1500のところもですね、例えば1000というふうにですね、高さのパラメータも変更してあげます。ちょっとまあ適当にですね変更してみてですね、適用ボタンを押していきます。はい、はい、そうするとですね、ちょっとね、ちょっとこちらが切れてしまいましたけども、これ動かせるのかな？あ、今動かせないのかな？はい。こんな感じでですね、幅と高さ、それからこの見込みとかですね、見つけ、このあたりがですね、変更されました。で、エラーが出ませんので、うまくですね、動作できているなということが確認できます。それでは最後にですね、教科書通りパラメータを変更して終わりたいと思います。まずはフレーム見つけ30、それからフレーム見込み100、それから額縁チリが等ミリ、見つけの方が40、額縁の見つけ見込みの方も100ですね、それから高さの方が1500、それから幅がですね1000という感じですね。はい、以上になります。この状態で適用して OK というふうにしていきたいと思います。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。今回はですね、有効開口の位置を変更する方法について学んでいきました。次回なんですけども、サブカテゴリーを設定する方法について学んでいきます。それでは今回の動画は以上になります。また次回の動画で学んでいきましょう。